こんにちは、アオライトです。ファイナルファンタジー7 G バイク実況を続きやっていきたいと思います。前回はこの襲い来る天雷をやりました。で、まあ、ガルーダをいっぱい倒せっていうことだったんですけど、今回何やろうかなと思ってたんですけど、あるサポートがね一人増えたんで、それの紹介をしようかなと思います。そのサポートがこちらです。はい、ということでサポートがこちらになります。イフィキサラギですね。ユニゾンリミットブレイクっていうことで、クラウドのね、リミットブレイク発動後敵倒せなかったらこっちも発動しますっていうのと、あと魔法実行活性っていうことでクラウドのマテリアのね効果値が上がりますっていうことです。まあどんな感じで上がるのかちょっと目に見えて分かんないんですけども、まあユニゾンリミットブレイクも見ていきたいと思います。じゃあ今セッティングします。少々お待ちを。はい、ということで装備はこんな感じで、バスターソードとハードディトナーですね。自分のお気に入りです。これでいきたいと思います。で、まあクエストはねベヒモス戦13の5のボス戦でいきたいと思います。それではユフィを仲間に入れてスタート。さあ今回どんな感じになるのか超楽しみですが、ユフィのリミゾンブレックも見どころですよ。さあ行きましょう。久しぶりのベヒモス戦だな。まああんまり攻撃しないで行こうかな。はい、ということで来ました、ベヒモス。そしてクラウドかっこいいよ、今日も決まっているね。さあ行きましょう。さあ行け、ボスを倒せ。待って待って待って、あ結構硬いんじゃない今日のボス。まあベヒモスは結構自分戦い慣れてるんで、まあ、こうやってあれブリザード弱点じゃなかったっけ、別に結構ブリザード系で攻めていくと楽に倒せたイメージがあります。ただバスターソードなのでね、危ない、何が起きるかわからないっていう感じですね。 OK、 さあいけ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 、あえ相手の方が先、はい、なんだかちょっと怪しい雲行きになってますが、まあ、勝てるのかどうかわからないが超怪しい。はい、じゃあ行きましょう。ブレイク、はい、ということで見ましたか、ユフィの、ユフィかっこよくね、疾風陣雷かっこよくね、手裏剣投げてるだけだけど。さあやばいぞ。そして俺はこのベヒモスに勝つことができるのか、なんかそっちの方が不安ですが、まあ今回はね勝つことが目的ではないので、まあ、ユフィの能力こんな感じです。でリミットブレイクも多分能力値に合わせて、やばいんじゃないこれ、いけ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 、あ負けた、うっそやっぱりあれなんですかね、この装備だと弱いのかなはい、ということでまあベヒモス戦負けましたけど、ユフィの能力は見れたんじゃないでしょうか。まあ疾風陣雷あんな感じの必殺技です。結構かっこいいよね。で、マテリア活性化はちょっと後で調べてみますね。どれくらい上がるのかはちょっと分かんないんですが、まあ、マテリアも強くなりますということで、マテリアいっぱい使うね編成とか武器装備とかにしとくと後々楽なのではないでしょうか。ということで今回はここまでにしたいと思います。アオライトでした。またね、バイバイ。